はいみなさんこんにちはいかがお過ごしでしょうかもうクリスマスも終わりましてね、えー、いよいよ年末を迎えておりますが忙しいんじゃないでしょうかね色々飾り物とかね、えー、お正月の準備というのもいっぱいしてるんだと思いますいやもうまずね今日は、えー、この一年を振り返るやっぱりねそういう日じゃないかなと思いますんでちょっとね、えー、オープニングで振り返ってみたいと思いますが まず何と言ってもですね、この CS というトークウェイブが始まったのが今年であったということで、早いね。あ確まあ、には1年は経ってない4月頃だったのかな、えー、始まったのが。えー、でもね、なんか3月ですね、ごめんなさい。<laughs> 3月に始まったんだけど、まあ、ここに来てね、もうここまで続いてきたのがなんか嘘みたい。いや、もう本当、あのー、僕もね、 まあ以前、実はあ,のねあ,のある某民,民放の FM 局でラジオ DJ をね2年ほどさせてもらったことがあったんですけど久しぶりにですねラジオの方で番組をするということで最初、大丈夫かなとかってちょっとね緊張はしてたんですよ。もちろんスタッフの方とかに随分清家さんの録音って随分時間かかるんだよねっていうことでご迷惑をおかけしたんじゃないかなというのはあるんですけど。 ちょっと、ね、やっぱりあのこう新しいチャレンジをいろいろやってきた1年でしたですね特にこの番組に関して言えばですね、えーまあ、まずあのね、まあ、あの番組だけじゃなくて同時にこれあのビデオを収録してるわけなんですよねでそのビデオ収録したものは YouTube に載せてるわけなんですけど、まあ、非常にその。 FM ガイアさんとしてもこ,れこういう取り組みっていうのはまあ非常に珍しいということで、えー、いろいろこうね試行錯誤しながらやってきてようやく最近形ができ始めてきたのかなっていう感じ、ね、まだチャレンジは続いてますけどね、うんまあ、だからそういう意味では非常に、ね、僕にとっても新しいチャレンジが始まったで、えーまあねえー、2週間に1回、ね、この番組のためので帰ってきてるんですけど、まあ、実家にね帰ることができる理由ができましたよね。 これはは非常にね、ね。僕はあの嬉しかったです、ねえー、やっぱりあの自分の両親が住んでる吉田町にねあの地元にやっぱ帰れますんでやっぱり地元に帰ってね一回その自分の生活をこうリセットし直す、えー、非常にいいタイミングっていうのをもらったと思ってますね。まあそういうことで、えー、この CS とトークウェイブやってきてるわけなんですけどそのやっぱりこれちょっとかあのここでね語っておかなきゃいけないのがね祝苑忍さんの存在なんですよ。 あのやっぱり特撮関係の、ねまあ、話ということで、えー、番組をやってるわけなんですけどいかんせんね僕だけは僕はねまだまだねあの知識が少ないんですよ。でやっぱりこういうことっていうのは本当にね大好きな方やっぱ非常に詳しい方の、ね、力というのはとても大事でしてもう宿縁忍さんはねこれはすごいわ。うん、あの非常によくあの特撮のことも知ってらっしゃるし、えー、日本のものだけじゃなくてね。 でまたそれをねこうちゃんとこうデータを集めてまとめる力をお持ちなんですよ。まだ若いんですよ。彼はね20代前半ぐらいだと思いますね。すごいでしょ。あのウェブから YouTube から全部ねチャンネル持ってるしね、えー、全部自分で運営してますからね。まあそういうねあの人たちとの出会いこれはやっぱ一つ CS とトークウェーブでっていうのはあの大きいねあの共同で働く場所としてできたっていうのは僕は 大きいなと思ってますまた、そのね、宿園篠宮さん、宇和島に住んでるんだったらまた別なんですけど、なんだってアメリカですからね、スカイプでつないで、ね、番組参加ですから、え非常に、ね、このあたりも取り組みとしては新しかったんじゃないかなと思って、まあと、なんでしょうあの、ねえー、個人的にはその自分のビジネスですね、えー、自分のビジネスが非常に、ね、あの今年は大きい年でして。 えー、おかげさまをもちましてですねあののもう成長著しかったんで、えーまあ、これでね,、まあ、あのねなんかこうあのゆる緩むんじゃなくって油断せずにねやっぱりしっかりあの地に足をつけた状態でそのビジネスを伸ばしていくっていうことをあのこの、まあね、年末を迎えた日にですね、まあ、新たな年を迎える前にちょっと誓っておきたいなと、うん、思いますね。やっっっぱりね、あのー、なんかこうううまくいいててる時っていうのは あのいいんだけどやっぱ怖いじゃないですかいつなんか「すってーん」とかね足元滑らしましたみたいなことを十分ありえるわけなんですよねだからその辺はね本当によく気をつけながらやっぱり大事なのは僕たちのビジネスやっぱりあの小売りをやってるわけなんで海外のお客さんたちがどういうことを望んでるかってそのお客さんたちの期待に対してね、まあ、CSTOYS がどういうふうに応えていくことができるかっていうのをねやはり 一つのチャレンジととしてて、えー、やっいいきたいなと、まあ、今年は本当にいろんなね、えー、プリオーダーっていう予約販売もね始めましたし <laughs> 本当にいろいろやってきたなそうそうあの事務所借りたんですよね今年、えー、ちょっとじゃ、まあ、去年か、まあ、去年だったのかなで事務所借りてちょうど1年ぐらい経ってるんですけど、えー、なんとですね、えー、新年1月から隣の事務所も借りちゃうことになっちゃいまして。 おおいおい大丈夫かみたいなね、非常にあの怖いところもありますが、えー、これもちょっとチャレンジだと思います。もうね、今、事務所の準備やってまして、えー、家具も揃えましたんで、えーねまあ、また皆さんがですね松山に来る時がありまして、でぜひね、その CS トイツのお店っていうのが見てみたいっていう方は、ですねちょっと覗いていただくと嬉しいなと。で、あのー、スタジオを作るつもりなんですよね、その新しい事務所の中は。 えー、そこはもう私の仕事場としてその写真を、ね、あの撮ったりとかビデオを収録したりとかちょっとしたこうスタジオになりますし、えー、っとそれからいろんなお客さんが入ってきてねくつろいでだくためのテーブルとかイ子スタとかいろんなこともできますでまあひょっとしたらねもし皆さん松山に来る機会があって、ね、ちゃんとタイミングさえ合えばそのうちの番組に出ていただいて。 ね、海外の特撮ファンと語り合うみたいなねそういう番組もできるんじゃないかなっていうのがちょっとこうね、えー、ワクワクしているんですけどね。 いや本当、ね、あのとにかくあのこういう時代ですからあのいろんなそのチャレンジというのはいつも、ね、常日頃からやっておかなきゃいけないんだと思うんですけど、えーまあ、いつも、ね、あの僕自分の頭の中で、ね、考えてるんですけどあのキーワードとしては、ね、やっぱオープンマインドという言葉を、ね、ずっとこう大事にしていきたいなと思ってますしいろんなものが先入観とか偏見だとかさそういうのを割とこうすぐ ね気持ちいいからそこに入るそこにいるのはね、えー、気持ちいいからそこに入りがちなんだけどそういうもんじゃなくってあそういうのもありかっていうようなね、えー、こうなていうかなひらめきというか本当、えー、こう心を開いた形でいろんなものをね吸収していけれる新しい年にしたいなとね、えー、思っております、えー、ちょうど50になってたんですけどねいよいよ51を迎えるということで。 もうあの人生50年っていった有名な武将もいましたんで、えー、もうこれはとりあえずここからあとは儲けだなと <laughs> その思ってますんであとはどれだけ、ねえー、おまけがもらえるかっていう状態で、えー、新年の、えーね、2014年ですか楽しみにしたいなと思っておりますのでまた皆さんも、ね、ぜひ、ねえー、こんな新年にしたいとか。 あんな風にしたいとかっていう気持ちがありましたらまたぜひですね、えー、こちらの方にですねメッセージリクエストね、えー、添えて送ってください。皆さんののに対するの決意なりをね えー、新年明けての番組になりますけど、えー、紹介させていただきたいなと思いますのでね皆さんの、えー、新年に対する思いもしありましたらぜひ、えー、こちらのねシリーズで特ウェイまで送ってください、えー、リクエストのあのメッセージの方ですが電子メールですね r-m-gaya769.jp r-m-gaya769.jp まで2014年の あなたの決意を、ねえー、お待ちしておりますのでどうぞよろしく。